お願いします。はい、こんにちは、メイプルカラーです。では聞いてください。夢で会えたら、夢でもし会えたら素敵なことね、あなたに会えるまで眠り続けたい。夢でもし会えたら素敵なことね、あなたに会えるまで眠り続けたい。薄紫色した深い眠りに落ち込み、私は駆け出してあなたを探している。夢でもし会えたら素敵なことね、あなたに会えるまで眠り続けたい。春風そよそよ右の頬を撫で、あなたは私のものへかけてくる。夢でもし会えたら素敵なことね、あなたに会えるまで眠り続けたい。夢で会えたらでした。まずメープルカラーのなんとなくの紹介でいこうかと思うんですけども、箕面市にある高校まあ箕面高校なんですけれども箕面高校のクラブの、フォークソング部っていうか民謡研究部っていうんですけど、そこの先輩後輩の3人の集まりです。そして私が、一番上の先輩でズズって言います。お願いします。そして、自分で言う、はい、自分で言う、はい、ちょっと後輩の舞です。よろしくお願いします。はい、はい、そのまたちょっと後輩ののんです。よろしくお願いします。お願いします。調べたら私たち3人がこうやって集まったのは最初2人でやってたんですけど、4月に、合ってる ?4 月にまゆちゃんとあるライブハウスで会って、で箕面校の同じクラブだっていうことが分かって、ピアノを弾いていたので、いやもうぜひともピアノ欲しいっていうこと で、まあなんせ後輩ですから私の言うことはとりあえず聞く先輩風吹かして、で3人でやったのが、まあスタートが5月、4月、あったのが3月で、3月であって4月であったから7ヶ月目のメープルカラーです。これからよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではそんな一番下の後輩ののんちゃんがボーカルで、じゃあ次は歌いますね。はい、はい、歌の紹介する、はい、はい、ハイファイセットですね、はい、の幸せになるため、はい、ワン、ツー。夕焼けが燃えて落ちて
ありがとうございます。私ですかね、MC 次ね。はい、そうですね。はい、続けてちょっとまた歌わせていただくんですが、次の曲はなんと、松たか子さんの歌で、あの小田和正さんがあの私のね崇拝するね、多分お好きですよね。お休み言ってましたね。実はね、私ね、あの知ってるんです、萩田さんのお友達なんですよね。後ほどゆっくり、はい、一度お会いしてるので私あの眠れの夜を聞いてあと思ったんです。詳しくは後ほど。ということで、クリスマスの約束で松たか子さんが歌っていたお休みをやってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、ワン、ツー、スリー。もう一度あなたの声が聞きたくなったから、なんだか今日が大切な気がして、おやすみ、多分それしか言わないと思うけど、それだけで忘れてたんですけど、私横浜に遠征してまいりました、小田さんのセミファイナルということで、ね、はい、初めての遠征だったんですが、もう、ね、素晴らしい、感動しました。小田さん元気でしたか？もうあのね、神戸でも行かせてもらったんですが、神戸の時ちょっと元気なかったんですけど、やっぱりホームタウンということですっごいね飛び跳ねてる回数も多かった、元気でした。私もその前に本当はのんちゃんと小田和正さんのコンサートにね、大阪城ね、行く予定だったんだけど、なんか用事あったんだよね。用事、ちょっと用事があって、不幸があってね、ちょっと一親戚の、ね、はいはい、そうです、私もだからあの便乗させてもらって行ってきたんですけど、その時もお元気でした。ね、素晴らしいですよね、あの、うん、声があんだけ出るっていうのはね、お年もだいぶ経って 75? 75、私たちも頑張ってやっていきましょう。そうなんです。皆さんまだまだ多分ね、あのちょっとねメープルカラーはあのこちらのポスターのこのこれあのキャンディーズを目指してはいたんですよ。こんな感じって思ったんですけど、まあ、お若い時のね写真ですけど、私世代がね多分一緒で、
だからね、まあ、2人はちょっとね還暦を上行ってますのでもう本当に両体に鞭打って頑張らないといけないね。小田さん目指して頑張りましょう。小田さん目指して、分かりました。そうね、他にもいっぱいね、プロの方でも60代70代歌われてる方本当に多いし、ただこの声帯だけはね、もうどうやって鍛えたらいいんだろうっていうぐらい難しいものがありますが、まあそんなんで、その世代の歌をまた、ね、懐かしい歌ですね、はい、酒井正明さん町明の歌です。で、町の光っていうんですけど、まあ、一番有名なね、あ、いけない、町の明かり、明かり、いつも後輩が突っ込んでくれるので本当に助かります。ぼーっとしてたらね、はいはい、見逃してしまうそ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 う、ツッコミ2人の漫才、そう、私一番後輩だみたいな感じで前言ったら違う違うって言われて、あ、同級生って言ったんだ、そしたら違う言われて、すいません、はい、申し訳ない。誰やそんなひどいこと言うのは。で、街の明かりっていうのは岩崎宏美さんもカバーされていて、あ、この歌、やっぱりね、有名なヒットしただけのことはあるいい歌なのでね、じゃあちょっと歌ってみようっていうことで、はい、ちょっと待ってください。はい、はい、OK ですか。では、はい、いいです、聞いてください。街の明かり、ワン、ツー、スリー。ごめんね、ちょっとまいちゃん、ごめんね、なんかこののんちゃんと私がね、ちょっと何だったっけみたいになったんで、ちょっと、はい、もう一回、ワン、ツーでした、ワン、ツーでした、スリー言っちゃいけなかったんですね、わかりました、すいません、はい、はい、いきます。街の明かり、ワン、ツー。そばに誰かいないと沈みそうなこの胸、まるで潮が引いた後の暗い海のように、触れる肩のぬくもり感じながら話しよう、もっともっとできるならば今はそれでいいさ、息で曇る窓に書いた君の名前、指でたどり後の言葉迷いながら、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ、うん、皆様ここでちょっと鼻歌で、チラチラ
ささやく愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ胸が弾む時よ いい歌ですよね。昔の歌ってなんかこう情景がこう思い浮かべるような浮かべられるような感じのね曲でよかったかなと思います。はい、ではでは、次もね、荒井由美さん、松任谷由実さんではなくて荒井由美さんというあの前に結婚する前の曲だと思うんですけどね、あまり知られてない歌だと思うんですけど、潮風にちぎれてって言うんですけど、ご存知ないでしょ、ね、ちょっと知らない歌の方がごまかせるかなっていう感じなんでそれにしたんですけど、あの海辺でね、あの男女のちょっとお別れの歌みたいに、彼女の方からどうやら彼にあの新しい彼女ができたみたいなんで、そうなるともう自分からあの振った方がこれはいいぞということで、そういう時にきっとあのユーミンさんはね作られたんだと思うんですけれど、私もね、あのちょっと3日ほど前に4日間ほど沖縄にあの行ってきまして、あの全国割引ねものすごいお買い得っていうか、あのお得でクーポン券もどっさり1万8000円かな、2人であの夫婦で行ったんでもらったんで、もうお土産をとにかく買わなきゃいけないとか、まあ、昼食代夕食代とかっていうのに全部そんなんであの使うことができたので、本当にあのちょっと残ってたとか言ってませんでした？そうなんです。うっかり ね、あの最後の最後で1000円クーポン券でも1万8000円もあったんだったらもういいです。そうなんだけどね、すごい悔しかったです。せめてその気持ち、ね、せめて空港で思い出してたら1000円分をね、大阪では使えないんです。沖縄だけのやつでね、もう皆さんもしね行かれるんでしたらね、クーポン券ね本当に枚数数えてね計画的にあのした方がいいですよ。それも込みであのお買い得なね、あの国民割引だったので。でその時そうそう沖縄の話でね、その潮風にちぎれてっていう歌で、本当にね沖縄ってあの台風の最近通過点ですよね。なのでね、あのあまりあの天気も芳しくなく、まあ、雨はまあ夕方で降ったんですけど、風がきつくてね、やっぱ潮風がもうザーザー来て髪の毛もボサボサになって、で建物も最近はだからあの潮の、ね、風でやられちゃうからっていうんで、あのコンクリートにみんな今はどんどんしていってるっていうことだったんですけどね、うん、あの写真送ったらのんちゃんがすぐに潮風にちぎれてますねって来たから、あそうだと思って、うん、まさにあのそんなぴったりの歌の男女のお別れソングでございます。では聴いてください。潮風にちぎれて、ワン、ツー。寄せ来る波くるぶしまで、あなたの好きなこのサンダルなぜ履いてきたんだろう、砂浜に打ち寄せた木々で広い沖へ投げた、あなたと歩いた年月を蹴散らして見たかった、なぜ泣けないのかな、
風にあなたは息を止めていた。可愛い彼女のこと、これから自由に愛しなさいよ。私は背を向ける、恋人が待ってると。今振り向いたなら心くじけるから、吹きすさぶしよ風は。まぶた閉じていた。あなたと来なくたって私は元からこの海が好き。ちょっと寂しくなるような、なんか途中でね、私の赤いイヤリングがポトッと落ちたんですよ。なんか不吉なねここら辺でなんか赤いものがちらっとこう落ちたの何かと。そうなんです、真珠のピアスじゃなくて ね赤いイヤリング。そう、今日なぜかというと、あのメイプルカラーで、あの最初出た時にせっかく の、 あの本当は箕面高校の校章がもみじなんですよね、うん、それでやっぱりあの紅葉したりして綺麗だっていうことで、あのもみじの色っていうことでメープルカラーってしたんですけど、最初のステージで本当にモノトーンのおとなしい服ばっかり着てしまって地味なで、これじゃいかんとと思って、なんとなく今日はあの暗黙の了解でみんなそれぞれが、ね、はい、秋色ね、あのね、なって私もちょっと赤着て、うん、そう思って、そうあの今赤いイヤリングしたんですけど、ポトンと落ちるところがね、なんとも余計にあの悲しい男女のカップルがね別れていくんだぞっていう歌だったんでしょうかね、はい、まあ、皆さんもねそういうにほろ苦い青春があったかと思いますが、まあそんなんで、次の曲で最後になります。でね、あのありがとうございます、ありがとうございます、はい、もうないんですよ曲がまだまだあの5ヶ月の新米なもんでここら辺であの終わりたいと思います次はもう有名な曲ですね。オリジナルがねなかなかあのできなくって、またねアレンジしまくりましたね。そうやね、うんうん、後輩たちまいちゃん、のんちゃん、またメブルバージョンで聴いていただく、オリジナル作って、あオリジナル、はい、あそのオリジナル、ね、そうです私たちにぴったりのね、あのこのキャンディーズのようなこんな雰囲気の歌でね行きたいとこなんですけれどもではサザンオールスターズ、これもねどの曲がいいかなっていろいろ迷ったんですけど、あの時を忘れないっていうことでやや。っていう歌で終わりたいと思います。ありがとうございました。メイプルカラーでした。胸
に残る愛しい人よ。明かしてたチャーペル秋が恋を切なくすれば一人身のキャンパス涙のチャーペル。ああもうあの頃のことは夢の中へ知らぬ間に遠く Yes, go by Sugar, sugar, yeah, yeah Pretty sure 美しすぎるほどありがとうございます。ギターを